ダリウス、急にみんなを集めてどうしたんだ。実はとある重要な情報を掴んだんだ。みんなに聞いてほしくてな。重要な情報ですか？ぜひ聞きたいです。この地図を見てください。この近くにグストン国の者のみが知る要塞があります。かつて二国があまり友好関係になかった時代に秘密裏に建設されたものです。私の父ならそれを利用するかもしれないと密かに見張らせていたのですが、先ほどグストンの大軍が要塞に集結しつつあるとの報告が入りました。いよいよ本格的にアイトリスの制圧を開始するものと考えられます。そんな、アイトリスの人たちを守らなきゃ。待ちなよ。あんたグストン国の王子なんだろ。その情報は信用できるのか。あんたが裏で自国とつながってない保証はあるのか。匠、その言い方はダリオス王子に失礼だぞ。だが内容については同意だ。正直なところ俺も匠と同じ不安を感じている。王族の身でありながら自国に歯向かうなど到底信じられなくてな。グストン国の王子だからこそ父の過ちを止める責任があると思っています。隣国の危機に助けるどころか侵略するなどあってはならないことですから。その言葉信じていいんだろうね。心配するなって。ダリオスのことは俺たちが一番分かってる。ええ、絶対に間違いなんてありません。分かった。ならば要塞攻略のための作戦を練るとしよう。そうだね。気づかれる前に一気に接近して要塞の中に入り込んで戦うのがいいと思うよ。私も同じことを考えていました。とすると突入部隊の編成が必要でしょうか。突入なら俺に任せとけ。必ず要塞の守りを破ってみせるぜ。私も行くわ。アイトリスの危機なのに黙って見てるなんてできないもの。ダメだ。お前たちを失っては意味がない。それに炎の盾を守る必要もある。それだったら盾はダリオスが持っていてくれればいいじゃないか。そういう問題じゃないが、お前たち無茶はしないと約束できるか。もちろんよ。みんなで協力して戦うわ。戦場に出る以上どこにいたって危険なのは一緒だ。みんなでやってやろうぜ。何でしょう、何でしょう。よろしく頼む。よろしくお願いします。選んでくれ。
しくね。よろしく頼む。よろしくね。何かしら。はい。はい。ん？何かしら。何かしら。何かしら。どうした。任せておけ。私ね。はい。わかりました。はい。わかりました。何かしら。何かしら。あたしね、あたしね。わかったわ。何かしら。わかったわ。何でしょう。何でしょう。何かしら。ええ、どうした。はい。あたしね。何でしょう。はい。ん？なんだ、ご命令とあらば。はい。はい。わかりました。はい。わかりました。なんだ、ご命令とあらば。私ね。わかったわ。ん？選んでくれ。はい。よろしく頼む。うん？任せろ。よろしいですか。よし、行きましょう。内部に侵入するには羽橋を下ろす必要があります。羽橋を動かす仕掛けがどこかにあるはず。手近な砦から制圧して探しましょう。ミッション開始です。
と強くなってうまくいきました。ミッション成功です。敵の増援を防いだな。この調子で攻めるぞ。何かしら。それはできません。兵器を手に入れましたね。ミッション成功です。ドリデが。こうなったら奴らの将を狙え。出陣だ。開門しました。ご命令とあらば。どうした？任せておけ。Thank you.
せたが、正面は城壁だ。まともにぶつかってはやられてしまうな。そんな、じゃあどうするんだよダリオス。何かしら。ええ、私ね、わかったわ、私ね。うん、任せろ。何かしら。焦るな。城壁に沿って北か南に回り込め。砦を落とせば中央への道ができる。ミッション開始です。我が転送術の力に恐れおののくがよい。敵の増援です。厄介な魔法だ。早くあの術者を止めるべきだ。ミッション開始です。私の出番です。なんだ、ご命令とあらば。よし、行きましょう。やるな。ならばこちらも行け。敵の増援です。これでは拉致があかんぞ。誰か敵の術者を止めるんだ。急いでください。
に侵入するには羽根橋を下ろす必要があります。羽根橋を動かす仕掛けがどこかにあるはず。手近な砦から制圧して探しましょう。ミッション開始です。ダリオス、あんたが本当に信じられる相手か、この戦いで見定めさせてもらうよ。必ず勝利に導いてみせます。そのためにも私が倒れるわけにはいきませんね。いいですか。何かしら、ええ、何かしら、ええ、どうした？任せておけ。私ね、分かったわ。動かす仕掛けは見当たらないようですね。制圧しました。兵器を手に入れましたね。これでどうだ。ミッション成功です。この力を試したい。砦がこうなったら奴らの勝を狙え。出陣だ。砦の門を開け放すとは、何か企みがあるのか。敵の増援です。背後から増援。敵の狙いはハサミ撃ちかもしれません。よし、行きましょう。私ね、分かったわ。こんなことに手間取るなんて。俺に任せろ。来た来た。制圧しました。ミッション成功です。敵の増援を
せておけ。うん？任せろ。うん？城壁か。まともにぶつかってはやられてしまうな。覚悟はいいよな。な、じゃあどうするんだよダリオス。焦るな。城壁に沿って北か南に回り込め。砦を落とせば中央への道ができる。ミッション開始です。我が転送術の力に恐れおののくがよい。敵の増援です。厄介な魔法だ。早くあの術者を止めるべきだ。前に行ってやる。ミッション開始です。よし、行きましょう。敵の増援には構わず、その元を立て、術者を狙うんだ。行きましょう。開門しました。俺に任せろ。制圧しました。兵器を手に入れましたね。まだ敵の砦が残っています。私、強くなれたみたいです。ミッション開始です。開門しました。ダリオス、敵の本拠地までの道は切り開けたわ。行きましょう。敵の抵抗も一層激しくなるはずだ。警戒を怠るなよ。俺強くなってるぜ。やりましたね。見てろよ。グストンめ、異形の者と手を組むなんて許せない。覚悟はいいよな。Thank you.
はマルス、アリティアの王子だ。君たちを助けに来た。もう心配はいりません。皆さん、脱出しましょう。死にたくなければ黙ってついてこい。まさか英雄をマルスに助けられることになるとは思わなかったな。礼を言う。英雄王、僕の名は確かにマルスだけど、まだ王子の身です。それにそんな大層な二つなり心当たりはないのですが。え、マルスなのに英雄王マルスじゃないの？ミズ様、英雄の伝説とは得てしてその人物が去った後に作られるものです。今の彼はまだ英雄王と呼ばれる前のマルス王なのかもしれません。マルスさん、こちらにいらしたんですか？先ほどはありがとうございました。いや、間に合ってよかったよ。でもダリオス王子という方が捕まっていたとは、そこまで手が回らずすまない。ダリオスを助けたいんだ。手を貸してくれないか？ああ、もちろんだ。協力させてくれ。ただ一つ問題があってね。実は僕たちはあの要塞に救う謎の魔物たちと一度戦っているんだ。魔物、異形の者たちですね。ああ、あの要塞にはその異形の者たちが大勢出入りする巨大な入り口がある。それって異界の門があの要塞の中に開いてるってことか？異界の門というのね。あの門から際限なく魔物が湧き出てくるの。そんな、早く助けに行かなきゃいけないのに。また魔物どもに囲まれたいか？今のまま何度攻め込んでも結果は同じだ。でもダリオスはあそこに捕まってるんだ。くそ、何か方法は。異界の門を閉じるには炎の盾を完成させなきゃいけない。あと少しだったのに。それも敵に奪われちゃうなんて。あのね、炎の盾から神竜の力を感じたの。盾は要塞の中にあるんだよね。そうだ、ダリウスが盾を持ってた。もしかして敵の狙いは盾だったのか？炎の盾と同じ神竜の力、あっちの方からも感じるよ。ずっとずっとあっちのすごく高いところ。神竜の力があっちに、一体どういう意味なんだ？もしかしたら炎の盾に関係する何かがあるのかもしれない。神竜の力、遥か彼方にある高いところ。姉さん、私思い出した。お母様がずっと昔に語ってくれたおとぎ話、あれがもし過去に本当に起こったことだとしたら、何かの手がかりを得られるかも。遥か昔、聖なる竜の住まう小さな国がありました。ある時、悪しき竜が現れその国を襲いました。聖なる竜は人々を守るため悪しき竜に立ち向かいましたが、悪しき竜の力は強大で封印するのが精一杯でした。戦いで傷を負った聖なる竜はそのまま世界樹に降り立つと、ゆっくりと死を迎えました。それから光景の時が過ぎましたが、世界樹の上には今でも聖なる竜の残した2本の強靭な牙が残っているといいます。つまり世界樹に行けばいいってことか？うん、きっととっても強い竜の力を感じるの。ええ、
リオス殿を助ける手立てがきっと見つかります。行きましょう。力を合わせてやってやろうぜ。こういう感じ嫌いじゃないです。もっとあなたの深いところを見せてくださいよ。今までよりもあなたに近づけた気がするわ。よろしく頼むよ。よろしくお願いしますね。よろしくね。どれにする？どれにする？どれにする？